皆さんこんにちは。ミュージカルジキル&ハイドでジキル&ハイド役をやります柿澤ハヤトです。いよいよ始まるんだなと思ってます。なんか初演から僕は実は見てたので、もうこんな時が来たんだ。いや、ちょっとすいませんね、受け狙ったわけじゃないんだけど、こんな こんな瞬間がこう自分がやるのはね、考えてなかったから、はい、すごく緊張しました。はい、僕は学生時代の頃から加賀さんの、ジキル&ハイドから見てます。だからその時は学生でノートを持って日生劇場に行って、一幕が終わったらこう自分がこう気になったところとか、ここをもっと勉強しなきゃいけないんじゃないかとか、声の出し方とかっていうのを書いてたんですよ。まさか本当に自分がジキルとハイドをやるっていうふうには思ってなかったんで、正直驚いてますけど、一生懸命頑張るしかないかなと思ってます。仕事してると家と劇場とか家と現場の往復が多くなって、どうしても運動ができなくなると、僕は運動して汗をかきたいとか、サウナ行きたいとか、泳ぎたい、体動かしたいみたいなのがあるので、夜中になっても最近は車でサウナに行く衝動に駆られ汗をかいております。ミュージカルジキル&ハイド、僕にとっても相当な挑戦になると思います。全力で、命をかけてジキルとハイドに、挑みたいと思います。劇場でお待ちしております。不朽の名作ジキル&ハイドをお見逃しなく。